ワノ国の武人、雷蔵って。そんなやつ知らんぞ。この国を壊すな。出て行ってくれ。あったんだな、幻のミンク族の国。動物風情がよく喋る。名乗れ、ユガラら何者だ。お前一体誰に名を聞いてんだ。ここにおられるお方はかの四皇カイドウ様の腹心、三人いる災害と称される懐刀のその一人、灌漑のジャック様だ。ジャック様の通った土地はまるで干ばつでも来たかのように朽ち果て滅ぶ。さあ、ワノ国の武人雷蔵を引き渡せ。ガキを抱くような穏やかな暮らしを脅かされたくはないだろう。渡せって言われたって、それともやる気なのか。戦いなど望むはずがない。モンジ、しかしそちらにも聞く耳を持ってもらわねば話はまとまらぬ。いないものは渡しようがないからな。ジャックさん、我々ミンク族は嘘などつかない。その何と言われたか。雷蔵だ。その雷蔵という方を探したければ一件一件。女、子供、年寄り、容赦なし。化け物め、聞く耳を持たぬというか。俺たちは話し合いに来たのか、ジンラミー。いいえ、ジャック様、侍を一人捕らえに来たのです。バーカ、侍じゃねえ、雷蔵は忍者だ。黙れ、シックスヘッド様。侍はワノ国武人の総称、どっちでもいいのだ。侍と忍者は別だ。俺の要望は一つだ、雷蔵をここへ連れてこい。